撮影日、二千二十二年十月十五日。四十から三は殻付きの、かぼちゃの種も持っていくのかな。<noise> いきなり疑問解決です。あっさり殻付きの、かぼちゃの種をお持ち帰りしました。ではスローでもう一度。 持っていったかぼちゃの種に歯が立たなかったのかすぐに別の餌を取りに来ましたやはり四十から三のくちばしでは、かぼちゃの種のたいからは割れないのかもしれません今度はかぼちゃの種には目もくれず朝の実を選んで持って行きました からきはちょっと意地悪だったかと反省し、小皿に殻を剥いたかぼちゃの種も入れました。小皿の中にはからきが2個とかなしのかぼちゃの種が入っています。おっと、またからきのかぼちゃの種を持っていきました。四十から三歳チャレンジです。すぐに帰ってきたので、再チャレンジは失敗だったようです。かなしのかぼちゃの種もあったのに、 あえて殻つきを持っていくとは四十から三さんのチャレンジ精神に拍手です昨日はカボチャの種ばっかり食べていたのに今日は朝の実がお気に入りのようですまんべんなく食べてくれればこちらとしては助かるのですが四十から三さんはやはりカボチャの種をもっと食べたいのでしょうか胸の黒ネクタイが途中でかすれている感じからして 昨日とと同じ四十から三のメスだと思います人間も取りつかれたように同じものばかり食べていると違うものも食べたくなるのと一緒なのでしょうねだから今日はあっさりした朝飲みなのかもしれないと勝手に思っていますすずめさんいらっしゃいませいろいろと取り揃えておりますのでゆっくりとご覧くださいおかえりですかまたどうぞ。 最後に大好きなカボチャの種を3連続で食べて締めはひまわりの種でした2日間通して感じたことはカボチャの種は殻をむいてあげれば十分に野鳥の餌になるということですカボチャの種にはカロチンビタミン A ビタミン B1B2 ナイアシンなどの他にミネラル類アエン 鉄分が豊富に含ままれています。きっと鳥たちにも必要な栄養素だと思いますだから積極的に食べに来るのかもしれませんね最後までご覧いただきありがとうございましたこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします本日のナレーションはボイスボックス青山流星でした次の企画は秋の味覚イモクリ南京を予定しておりますではまた次の動画でお会いしましょう